かに一か一は、日本の学者及び政治家。母校である、東京高等商業学校の教授から、大阪市役所幹部に転身し、20年にわたって、大阪市助役、第7代大阪市長を務めて大、大阪時代を実現。大阪の父と呼ばれた。大阪市長在職中に死去。第17代大阪市長の関純一は孫。静岡県伊豆で長男として生まれる。 父は、明治維新の結果としての徳川将軍家の寸夫医法に従って、静岡県に移った、旧幕臣、沼津兵学校第4期修行政、関金義。母吉は、教立女子職業学校教員。1893年、高等商業学校を卒業し、大倉省入省。監督局銀行課に配属。東京高省在学中に、 矢野次郎校長の排斥運動首謀者として退学処分を受けたが、後に復学した。大倉省を1年で辞職し、1894年、1年後輩の福田徳造と共に神戸商業学校教諭に転じる。1896年、23歳の若さで新潟市立商業学校の校長に就任。1897年、母校である。 高等商業学校の教授となり、社会政策論及びその延長として、都市計画論を講じた。1898年からベルギーに留学し、アントウェルペンの鉄道学校などで学ぶ。1900年からドイツに留学し、アドルフ・アーグナーやグスタフ・フォン・シモラーの講義を受講するなどしたのを機に、本格的に経済学者から社会政策学者に転校した。 1900年1月から2月まで、ベルリンで留学中の福田徳造と再会し、親密に交流する。その後同じく、東京高等商業学校から留学に送り出されてきた津村秀松、神田内部、志田太郎らと交流し、共に商業大学の必要を兼議。東京高渉の大学昇格運動を開始した。1901年11月に帰国。 同僚の下野直太郎、星野太郎、佐野前作、村瀬春夫、坂本東一、石川文吾、滝本義夫、横井と木夫由良と共に、明治大学小学部設立にも尽力し、1904年に明治大学小学部が設立されると、同大学講師に就任し、鉄道、経済政策を講じた。1909年文部省による、 東京交渉専攻部廃止計画への抗議として、学生たちが総退学した親友事件に連なり、抗議の異岸体感をし、食託講師になる。1910年法学博士。1911年、同じく抗議の異岸体感をしていた食託講師の差の前作とともに、東京交渉教授に復職する。しかし、その後東京帝国大学による、 東京交渉九州合併計画が発覚し、大学教授の世界に嫌気がさした席は、1914年から、戸田市及び小山健造の紹介、圧戦で池上志郎市長の補佐として、大阪市助役に招かれる。この、席の助役就任に関しては、栄誉ある東京高等商業学校教授を辞し、格下の大阪市助役に就任するのはどういうことかと、騒がれ、 文部省や東京交渉創設者の渋沢栄一からも教授職に留まるよう説得を受けたものの、席の意思は変わらなかった。1923年に第7代大阪市長となる。市長としての席は、社会政策学や都市計画学の知見を活かし、前任の池上市政時代より計画されていた受益者負担金制度による未動筋の克服のほか、 大阪都市協会設置、第二次市域拡張、市営公園や公営住宅の整備、大阪市営バス事業の開始、大阪港の建設、地下鉄の建設、大阪市高速度交通機関計画策定、淀屋橋や大阪駅前の区画整理事業、大阪城公園の整備及び、大阪城天守閣の再建、大阪市民病院の開設、 日本初の私立大学大阪商科大学の開設、大阪市中央卸売市場の開設など、様々な都市政策を実行した。席の政策に対しては、住民からの反対も多かった。しかし、これらの実現によって人口が東京市をも上回った。それどころか、世界各国の都市でも6番目の人口を要することとなった大大阪時代は、 石子政時代に全盛期を迎えることとなり、これやこの都市計画の権威者は知るも知らぬも、大阪の石と読まれたり、内務大臣、後藤新平から、都市計画の範を大阪に求めると評されるなどした。政治活動に並行し学問研究活動にも、邁進し、シティプランニングという外来語に対して、都市計画というわけを当て、最初にその用語を使ったとも言われる。また、 いわゆる大阪アルカリ事件においては、科学的調査に基づいて、あえて行政側の責任を認めた。この事件は裁判となり、加害企業側が敗訴している。さらに、裁判に並行して、積極的に被害者の救済策に乗り出すなど、環境政策の先駆者としての一面も持つ。1934年7月3日から貴族院議員。その後、室戸台風による、 災害復旧を陣頭指揮する最中、1935年、大阪市天皇寺区の自宅で、チフスのため死去。去年61、天皇寺公園運動場で、大阪市発の思想が営まれた。大阪市政への功績を称えて、中野島に、石の銅像が混流され、太平洋戦争中の金属教室や戦災を逃れ、大阪市立東洋当時美術館の前に、 現存している。なお、孫の関淳一も大阪市助役を経て、2003年12月19日から2007年12月18日まで、第17代大阪市長を務めた。ただし、関一の死後半年経ってから生まれたため、面識はなく、興味も持っていなかったという。東京交渉教授時代の教え子には、朝日放送社長や関西経済連合会会長を、 勤めた経済学者の飯島万事、小樽高を教授在任中に創生した経済学者の大西伊之介などがいる。東京高渉教授から大阪市女役に転身したのは自身の社会政策学、都市計画学の研究を実践してみたいとの思いからだったと述べている。市長就任後も質素な生活を続けており、遺産は1万円足らずであった。 東京交渉で同僚だった佐野前作からは特徴のない特徴、地味などと評される。家族は妻と三男、四女。1918年に長女に先立たれ、1928年には長男も結核で死去。1932年に妻が病没した際は落ち込み、2ヶ月間職務を休んだ。その三年後の百三十五年一月十四日には、 自身も、ョーチフスで倒れ、同年、市長職のまま死去した、社会政策及び都市に関する多くの著書を残している。ありがとうございます。